まあ、経済政策は非常にこれは悩ましい問題です。というのも失われた20年と言いましたでしょ。このバブルが崩壊してもう20年以上経過している中において、なぜずっとあれから景気が低迷しているのか、デフレ状態が続いているかということを総括する必要があるんですね。確かにアベノミクスはなんとなく打ち上げ花火的には今もてはやされているような気がしますけれども、あくまでもこれは打ち上げ花火です。金融緩和をする、そして公共需要に対して財政支出をするということはあくまでもこれ一過性の話でありますから、やっぱりこの20年というものの流れを組んだ場合は人口減少する、人口の構造が変わっているということが最も大きなこのデフレを生む要因となっていると私は思っています。だからそういう意味では生産性を上げていこう、これが非常にこれからの中において大きな大きな成長戦略の規定となってくると思っています。で、その生産性を上げるためには何よりもやっぱり民間の活力、英知というものをですね、いかにこの市場の中において生かし続けていくのか、これをさらに新しい芽を増やしていくかということにかかっていると思うんですね。で、どうしたらいいかと、例えば TPP、 いろんな賛成論、反対論ありますけども、やっぱりこれは成長を拡大する、市場マーケットを大きくしてですね、成長を拡大するということに道を開くためには、私はTPP に関しましては日本の得意な分野をもっともっと伸ばす、増えてない分に関しましてはそれいかに活力を高めていくような、そうした法的なまた行政の壁をこれを我々はこれを打ち破っていく必要があると思っています。農地法もそうです、農協法もそうであります。そして農業を強化していくということはやっぱり今法と行政の壁を打ち破っていく必要がある。またあの iPS 細胞もそうなんですね。結局再生医療というものですね、この技術はやっぱり日本で生かされておりません。それを実用化しているのはアメリカ、ヨーロッパなんですね。だからこれは何かというと法律の壁がある、規制の壁があるからです。だからこういうものを取っ払って日本のいいものは日本の中で生かせるようなことをしていく必要がある。すなわちこれからの中においてはいかに技術革新を唱えていくか、また高付加価値型の産業に転換していくかということをやっぱり日本の社会としてそこに一定のウェイトをかけながら、そして成長戦略を唱えていく必要があると思っております。以上です。